あ、国民の皆様、こんにちは。ですね、こちらは、鎌倉市の大船6丁目でございます。ここが有名な大船警察署でございますね。素晴らしい警官ですね。暴力するような、くだらない地域の力ということで、この市街演劇というものが成立したのが1960年代。まあ、寺山修司さんとかですね、芥川雅彦さんたちが、この日本においては市街演劇というものを確立していったんですね。ちょっと横にしましょう。大船警察署ですね。実に素晴らしいところに住んでおります。まあ、この裏の地帯も、この何て言いますか、この家がありましてですね、住宅地、まあ、この大企業、まあ、三菱も近いんですから、非常にお金持ちが多いんですね、ここら辺は。その一角にこの大船警察署がですね、立っているということでございます。今、ここでこの稽古をしたいと思うんですが、題名をですね、7月17日、7月17日ですね、鎌倉朗読会をやります。ぜひともですね、その時このデラックスですね、見事なあれですね、皆さんこのように自家用車で通ってらっしゃるんですね。見事な建物でございます。この市街劇大船警察署ということで、ぜひともその時はですね、この大船警察署の署長さんにですね、出演していただけたらと思っております。まあ、今日は夜勤帰りで眠たいもんで、これから帰らなくてはなりませんので、まあ、今日はちょっと出演交渉するのは無理ですね。次回にしたいと思います。鎌倉の高級住宅街にございます大船警察署からお送りいたしました。はい、どうも。それでは国民の皆様、ごきげんよう。失礼いたします。